ウッドデッキ Q&A、Amazon ジャラ材でウッドデッキを作りたいのですが、どうですか？一級建築士のよっちゃんです。社長のカリアです。二人で疑問にお答えします。滑らかな木肌で色味が美しく、節がほとんどないので高級感がありますね。はい、まあ、綺麗な高級な材木なんですね。それで高級というとすごく値段も高くなって、他の売り材なんかは値段が上がっちゃったもんですから、うちの仕入れてる材木商さんが、ブラジル のアマゾン川流域でこの材料を見つけて日本へ初めて輸入してきたような、そういう形で話聞いてます。木肌が滑らかで色味が美しく、節がほとんどないので高級感がありますよね。はい、その高級感があって、ウリンに似てるんですね。で、ウリン材が随分値上がりしちゃったもんですから、このアマゾンジャラを安くアマゾン川流域の方から探してきて、それで日本に輸入が始まったということを話を聞いてます。コアリや船食い虫などの虫害に強く、防虫防腐処理は不要です。そして、木の性質が硬いので施工は難しいですね。はい、別名アイアンウッドと言われているウリン材と同じようにカチンコチンの木なんですね。ですからもう一つ穴を開けるのも、下の穴を開けてからビスを打つみたいな、そういう手間が必要な、手間のかかる木です。それとウリン材もそうなんですが、ポリフェノールをたくさん含んでいるせいでシロアリには強いんですけれども、赤い樹液が染み出して周りのコンクリートやいろいろなものをちょっと汚してしまうので、それが少し一点難点があります。ご視聴ありがとうございました。たくさんの施工事例がございますので、ガーデンリノベーションのサイトを PC は左上、スマホは右上のバナーをクリックしてご覧ください。ホームページのアドレスはこちらです。 hastings-classic.com で検索してください。フリーダイヤル0120-041301、お電話お待ちしております。